特に最後のショートカットがなんかしづらいんだよな。いや、わかる。あそこ。めっちゃわかる。で、今、PP からちょっとちょろっと聞いたけど、流行りが、うん。中量級ヨッシーになったんだって。あ、そうそう、ヨッシーがね、今めっちゃ流行ってて。それさ、アップデートで変わってるってことでしょ？そうそうそう、あの、ワルハナ時代終わったっていう。いや、すごいね。ね。一時代が終わるって。ね。でも、マジでヨッシーはたくさん見るな。見るんだ。でもね、他にもね、見るキャラはいる。あえ、どうしてピピ、体に電流流されたよ今。間違いなく電流流れてるんだよな。あ、使っちゃった。やべ、待て。3周目にして1位。いや、こっからだね。なのにコインは全然持ってない。あじゃぬ、ああ終わったわ。高価な壺を落とすな。あ、すげえ、なんか踏んだり蹴ったりだ。すげえ高価な3000万くらいの壺落としちゃった。人んちで割っただろお前。あやばいよ。ちょっとさ、うん、何振りじゃなく本当にシンプルに本当にシンプルに、うん、歌うの禁止。あーじゃあ本当にね、本当に禁止。歌ったらどうする？もう歌ったら1位取っても1位じゃない。え？いやもう本当それぐらい禁止。あーサンダー来い。パラーサンダー来い。来るな。お前さりげなく歌うな。サンダー来な。サンダーてっ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 てパラー。あ、いったんじゃないかな。あ、2位だ。2位かい。2位だ。あはまあまあまあ2位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 よしよしよし。2位はよくない。俺に勝とうとすんな。よしよしよし。俺じゃない相手は。あ、しかも歌ってたから1位だとしてもなかったからなしだったからちょうどいいわ。ちょうどいい。あ、珍しい記憶の11位。言い訳うまい大学生やめろ。大学生になったらみんな調子乗るもん。なんかいいな。今日なんか記憶たとえいいな。たとえがなんかいい人になってるな。たとえがいい人になってる。たとえがいい人になってる。お前トークダメダメの人だ。例えがなんかいい人だった。例えがなんかいい人になってていい。でも昔からね、5月5日だったもんね、うん、そう、子供の日でね。危ないな、そんなところで。大爆笑やめろって。お前運転してんじゃん。運転してるしてる。運転はしてるよ。本当に運転してる人じゃん。ちゃんと運転してる。横から急に入ってきて危ないな。焦るおじさん。キヨくん絶対チッタクロックなんだろうな。うわー、いやー僕ここミュージックパークだわ。ここの感じ。あ、本当にちょっと走りにくさある。あるある。え、なんか食ってない？キヨくん、え、水飲んでた。あ、水飲んでんのか。ここ無理なんだよな。いや、コースはいいよ。うん、なんだろうね、なんか走りづらい。なんでコースはいいよって言ったらいネガティブなこと、ネガティブなこと言う前にはあのプラマイゼロみたいなにするために。そうそうそう、コースはいい、うん、でも走りづらい。八方美人みたいなコメントだなお前。あー俺このコースマジで嫌い。ちょっとここのステージの雰囲気マリオの映画に似てない？似てるかもだよね。うわ、スタートダッシュなんか早っ。ずるか。ちょっと曖昧じゃない？ちょっと曖昧だな、なんか。あんまちゃんと覚えてない。めちゃくちゃ曖昧な。カラオケで歌えないシーン、うん、歌えない。急に咳し出すみたいな。ちょっとごまかしながらね。ちょっとね。なるほどね。